26 27日日日本時間27日大谷翔平は MLB のマンフレッドコミッショナーから特別表彰を受けた1998年に創設された同賞は歴史的な偉業を達成した選手チームに贈られるもので目標であり基準となった「ショータイム2 0 2 1大谷の出現は今や全世界の野球界の常識すら打ち破ろうとしている メジャーではレッドソックスのアレックス・バー・ドゥーゴ選手が来季以降の二刀流挑戦を明らかにしている。普段の努力を続けたから現在の怪物がいるのだろう。レッズのマイケル・ロレンゼン選手やインディアンスのアンソニー・ゴース選手らも同様だ。レイズのブレンダン・マッケイ選手はこう語っている。野球をやる少年たちは、もう投手か打者かを絞る必要はなくなった。 大谷のおかげだ、今連載のタイトルは、100年に一人の男、とした。もちろんベイブルース以来の二刀流を前提にしたものだが、もはや専門家の中には、大谷はルースを超えたとした上で、これからの二刀流は大谷が物差しになる、と指摘する。日本中、いや世界中を虜にした男は、それでもシーズンを振り返って、今年の数字は最低ライン、と語る。 その上で相手の攻め方も変わってくる中で今年のいい経験をつなげられれば来年はもっと働けると思うとさらに高みを見つめている日本人メジャーリーガーのパイオニアでありレジェンドでもある一郎氏は今季の大谷の快挙を祝しながら無理はできる間にしかできない21年のシーズンを機にできる限り無理をしながら昌平にしかかけない時代を築いていってほしいと激励した まさに達人の境地である。世紀の怪物は、この先どんな進化を遂げるのか。比較対象がないのだから想像もつかない。ただ一つ言えるなら、大谷ワールドのスケールはまだまだ大きく、人々を魅了し続けるだろう。定期的な受賞ではなく、特筆すべき活躍が認められる時だけに選出される。大谷の受賞は2014年のデレクジーター、ヤンキース、来来7年ぶりのこと。 日本人としては2005年の一郎、マリナーズ以来となる。最高のレベルで、投打でプレイできる選手を見つけるというのはすごいこと。2021年に、そういう人間がやってきた。昌平のような国際的なスターの誕生は、野球の世界的普及を目指す我々にとってパーフェクトなタイミングだった。コミッショナーの言葉に異業のすべてが込められている。 ワールドシリーズ終了後にはさらなる受賞ラッシュが控えている。ハンク・アーロン賞、にシルバースラッガー賞、そして、シーズンの MVP。すでに米野球専門誌、ベースボールダイジェスト、が選出する野手部門の最優秀選手に選ばれた。同賞受賞者は14年連続シーズン MVP に選ばれるなど信頼性が高く、大谷にも頭格ランプが灯った格好だ。異例の挑戦を支えた出会い、 国内では26日、今季限りで勇退する日本ハム、栗山英樹監督の対談セレモニーが札幌ドームで行われ、大谷からもビデオメッセージが寄せられた。今、こうして周りの人に二刀流を少しずつ受け入れてもらえているのも、栗山監督がいてくれたからです。暇ができたらアメリカにでも遊びに来てほしいなと思います。恩師には何よりの言葉となった。 2012年のドラフト1位指名、大谷の本格的な二刀流はここからスタートした。このドラフトでは、メジャー志向の強い大谷を各球団は指名回避する中で唯一、手を挙げたのが日本ハムだった。入団交渉は難航が予想されたが、球団の用意した二刀流の育成計画が決め手となったと言われる。 当時のチームメイトである田中健介氏、現評論家、らも、どこかで投手か野手に絞るのだろうと思っていた。と二刀流に半信半疑だったが、栗山監督の育成にブレはなかった。NHK の特集番組に登場した大谷の父、哲氏は自ら少年時代に野球を指導したが、一生懸命、声を出すこと、投げること、走ること、だけを口ずっぱく言い続けたという。 花巻東港の佐々木博監督も、選手に限界を決めず、大きく育てることに不信している。そして日本ハムは栗山監督を中心に二刀流へ道をつけた。仮に19歳からメジャーの門を叩き、二刀流に挑戦していても現在の大谷の姿は想像しにくい、激しい競争社会の中で埋没したかもしれない。類い稀な才能はもちろんだが、 進む先々で素晴らしい指導者に巡り合い、何より本人が少年のように夢を追いながら。チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュース。このチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース、コンマ。動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してください、コンマ。グッド評価や、コメントをいただけたら、本当に嬉しいです、コンマ。 よろしくお願いいたします。